立夏俳句ラブ。二十四節気の中で春夏秋冬の節目である四柳、夏の最初の節気が立夏。2023年令和5年の立夏は5月6日。暦の上ではこの日から8月7日頃の立秋までが夏。いよいよ夏になるぞという気持ちを読む初夏の時候の季語立夏。傍題は夏立つ、夏にいる、夏く、夏来たるなど。季語夏めくでは作者の主観的な夏の到来が読まれがちですが、立夏は読む側もなるほどと思うより客観的な夏が来た感を捉えている句が多いかもしれません。作者の読む地域ごと特色のある夏の始まりへの気持ちがあふれています。例えば北国の立夏、この頃にようやく桜も見ごろに、札幌では最低気温も5度を超え、じゃがいもや豆の植え付けが始まります。一方関東東海地方では立夏の時期から本格的な薄着になったり、蚊などが出現し始めたり、夏立つや意向に変わる風の色、夏立つや意向に変わる風の色、横井やゆ。作者は江戸時代中期、今の名古屋尾張藩の重臣、武士で国文学者でした。意向とは着物掛けのこと。この時期着物も一重など夏支度が始まります。初夏の風の色を思わせるものに変わるなぁと、着物に夏の始まりを感じています。刺さるべき食わるべき夏来たりけり、刺さるべき食わるべき夏来たりけり、相生垣歌人。昭和の俳人である作者は美術学校での浜松の高校の図案科の教員。生き様にも視点にも独特な美学があり、それを人と虫の命の等しさに読むことも。この句で作者を刺したり食ったりするのは蚊などの虫。そうした季節がまた来たなあという季語立夏のすがすがしさではない面をうまく捉えています。信州など山国の夏の始まりは、山脈に相さして夏立ちにけり、山脈に相さして夏立ちにけり、相馬戦士。昭和の時代、長野で医師をしていた作者です。ようやく雪の消えた日本アルプスの青さに夏の到来を毎年ひしと感じていたのでしょう。西日本では海で築く立夏も、夏立つや未明に昇る魚見台、夏立つや未明に昇る魚見台、高田長井。
淡路島生まれの作者は海が身近でした。立夏の頃、鳥取を訪ね、日本海を見下ろせる高台、魚見台に登り、初夏の魚群をワクワクしながらチェックしたのかもしれません。昭和初期の早朝の景です。立夏の頃、九州では田植えが盛んで、麦の穂も出そろい、コガネムシを見かけるようになるそうです。5月の半ばには梅雨入りする沖縄では、早くも海開きがあり、最高気温25度超えの毎日に。そんな九州の俳人は、北国よりも一足早い花だよりや木々の成長を読んでいます。竹筒に山の花さす立夏かな。竹筒に山の花さす立夏かな。神尾久美子。土地の葉の筋目正しく夏にいる。土地の葉の筋目正しく夏にいる。岩岡中正。皆様の暮らす地域ではどんな夏の始まりがありますか？立夏でご当地の一句、ぜひ読んでみてください。